俺が群馬の野球部の田沼。はい、群馬の野球部前田ですと。ういー、お疲れー、しばちゃんだけども。さあ、ということで、はい、本日の企画はパンチパーマに似合う服を見つけよう。はい、はい、はい、ということですね。どういうことですか、これは。もうね、はい、パンチパーマに似合う服がありません。もう一個もない。それじゃダメなんですか、そのガルビ自体おしゃれなのよ、はい、すごいいいですね、うん、パンチパーマじゃなかったら、うん、おしゃれに見えんだけど、はい、だとそっちの人に見えちゃうからモテねえんだよ。悩みです、今年の。あれなんですか、パンチやめるっていう選択肢じゃないですか。パンチパーマはもうトレードマークなんで、まあそうですね、やめられないと、はい、だ今回選んでくれるのは、はい、豆もやしと前田君ですね、はい、今日は、似合う服を見つけようということで、はい、着てるのはこちらです。どうぞどうぞ。ててーバンプさんですね。はい、はい、バンプスさんですね、はい、こちら群馬県前橋市にございます、はい、ブランドヴィンテージ古着、はい、などが売っております、はい、バンプスさんでございますね。古着屋さんでよろしいでしょうか。古着屋さんで で, ですね、はい、はい、このね、うん、2人の、うん、そうですね、僕と豆もやしの、はい、高校の時の同級生が店長をやってる、お、はい、ということで、だからもう関係で言うとズブズブです、うん、今あの古着って流行ってるんですよ、めっちゃ流行ってるよね、はい、確かに、はい、で種類も幅広い、うん、だからその似合う服があるんじゃないかなっていう。お前どの格好で語ってんだよ、はい、服、あれなんだこれお前、あたもんもうマジで言わさせてください、はい、僕もそれこそユーコンさんのガルフィーじゃないですけど、これキャラクターで着てますから、プライベートの僕もうマジおしゃれ番長です、本当にガチで。待って、参考画像はこちらです。はいはい、でもうこんぐらいもうおしゃれっていうのは決まってるんです、うん、いつもお母さんに服を選んでもらって、それ着てる。おしゃれじゃねえ、お母さんに選んでるやつは。お母さんがか、中1までお母さん、お母さんがおしゃれお母さんがおしゃれだからその子供もまあおしゃれになりますよね、うん、確かに親の影響はあるわな、はい、俺あんまり服にこだわりがねえから。服はどうしてんの、うん、それは、うん、だからまあ親に買ってもらってる。まあでも確かにね、はい、まあちょっとまあ2人の対決を見てみたいな、前田君のガチセンスっていうのをちょっと見てみたいなって気持ちもあります。はい、はい、あります、はいはい、これからじゃあ2人に、うん、まあ店内を回ってもらって、はい、あのこのパンチパーマ似合うんじゃないかって、ユーポンに似合うんじゃないかっていうのをちょっと探してもらって、はいはい、それを試着させていただきまして、はい、で店員さんのね、店長さんかな、店長ですね、はい、同級生、2人の同級生、アキラ君に、はい、ちょっと評価してもらって、はい、うん、まあそのね、かっこよかった方を俺着て、はい、もう完全にもう夜の街に溶け込んでいきます、今日は、はい、はい、はい、ということで、はい、パンチに似合う服を探しなさい。了解です。了解でございます。へえ、お疲れ。さあ、私今前だけがね、はい、まあ、選ぶってわけですけども、はいはい、やっぱね、ゆいぽんさんなんか俺誰でもかっこよくなるような服なんですか。あ、誰でも、はい、誰が着ても本当かっこよくなれる服があったんで。あ、無難な、無難なってことですか。そうそうそう、まあ、そ、誰が着ても、はい、あのかっこよく見えちゃうような、 そんな素敵な服を見つけたと。はい、なるほど、はい、でそれちょっとじゃあ探していきましょうか。はい、はい、お願いします。場所分かんないんでね、先導してください。 あったあったあった、これだ。これサイズとかね、ありますからね。サイズか、あ、そっか。でもこれは なんだろう、ちょっと正直も好きだな、なんか、まあ、俺はちょっとね、分かんないけど書いてねえかな。でも大丈夫っすよ、なんか大丈夫ですか。意外と本当でかいですよ、あの人。あー、そうなんだよ、ちょっと、あー、そうなんだよ、ちょっと聞きたいぐらいですよ、店員さんに。ちょっと痩せてもらえますか。いやー、短時間ではめっちゃ短時間通過無理か、うん、ちょっとヒントもらいすぎだな、君。あ、じゃあちょっと、じゃあ直感できます、僕の。ちょっとヒントもらいすぎだな、そうね、やっぱね、こんなんもうほぼこれでいこっかな。あー、でもこれかな、でも。はい、ありがとうございます。舞茸のターンが終わったっていうことでですね、うん、次は僕のターンなんで、うん、ちょ待てよお前、はい、はい、早えよ。何が、カゴ持ってくんの早えよなんで外に用があんのにカゴ持ってんだよお前。だってこれに入れるんでしょ。いや入れるけど、うん、中入ったタイミングでいいじゃん。
あ、そうなんだ。なんでお前一回カゴ持っとり行くために中入ってまた外出てきてんね。本当に意味わかんねえだろ。あ、まあそういうのいいから行きましょうか。お見返ったんだろ。行きましょう。あ、じゃあ行きましょう。なんかもう大体頭の中では決めてる感じですか。あ、そう決めてる。あ、本当。あとごめん言い忘れた。今日撮影ありがとうね、しばちゃんね。あ、ありがとう。なんだこいつ。はい、まずね、古着ここめっちゃいいのが、うん、種類めっちゃあるね。うん、めちゃめちゃある。ちょっと見ながらやっていきたいと思うんですけど。はい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 。どうしようかな。いや、あの、うん、その服で。浮いてますよ、うん、俺が着たいくらい本当にこの服自分のも選んだらすごい浮いてますよ。めちゃくちゃもうこれ店内もねめっちゃおしゃれ、おしゃんでね、うん、もうね決まってはいないんだけど、じゃあもう決めました。あ、もう、うん、キープしてた、うん、ここの列で。じゃあもうこれもキープで。はい、うん、上のやつも言わない。相手、相手言わない。はい、なるほど。じゃあどれが、はい、どれに決まったかはわからないと。はい、そうですね。なるほど、じゃあもうゆうぽんさんとまいたけくんも呼んで、はい、試着ですか。はい、じゃあお願いします。やっていきましょう。はい、決まったぜ。オーダー。さあということで、はい、2人のはいコーディネート決まったということで、はい、選ばせてもらいました。はい、2人ともね結構たっぷり時間使いましたからね。すいません、割と、うん、そうだね、はい、あのね種類多いんですよねここね。なんでため口聞いてしねえよ。友達じゃないよ。友達じゃない。友達兼先輩。あ、すいません。普段お世話になってるゆうぽんさんなんで、うん、もう一発でバチンってハマったやつを選ばさせていただきました。本当にお前もそんな感じね。はい、まだくんは。僕はね、あのいろいろと見てね、あのこれだっていうのがあったんで。あったんだ。はい、もういいね、楽しみですね。はい、でですね、はいはい、その2人が選んだ服、もう試着室の中にね、うん、置いてあるんですよ、うん、このこっちと、うん、こっちとね、うん、こっちの試着室に、うん、の中にもう、うん、籠の中に入ってますんで、うん、着替えてもらって、はい、それ出てきてもらうっていう感じにしますかね、はい、じゃあ早速着替えていいですか。どうぞ、はいはい、お願いします、はい、どっちから行こうかな。あ、それ選んでもらって、はい、じゃあここから入っていいですか。はい、はい、お願いします。あ、いないんですよ、いないです。入ってないです。はい、失礼します。そういう時じゃない、はい、帰ってきたらどうするんですか。怖い、怖いよ。そんな。お願いします。うわー、セクシーだな。はい、はい、着替え終わりました。はい、終わりました、はい、ありがとうございました、はい、すごい遅かったです。はい、やらさせていただきます。はい、はい、もう準備いいんですよね。あ、オッケー、準備オッケーだよ。はい、では、はい、ゆうぽんさんお願いします。どうぞ。あら、ありゃ、おー、おー、おー、はい、いや、すごい。うん、え、でもどうですか、着てみての感想は。いいね。はい、なんか確かにいつもとちょっと違う雰囲気。うん、後ろとかもちょっと見て。うん、どう。うん、あ、マジでいい感じ。いいよね、はい、結構いいと思う。なんか渋いっすね。はい、ね、ちょっと大人な感じがして、はい、しかもあったかそうですもんね。あったかいしね、はい、これ か、まあ、かっこいいっすよ。なんかチャンピオン、はい、これもさ、ぴったりサイズ、はい、えバッチリだね、これね。めちゃくちゃいいですね、はい、めちゃくちゃいいね、はい、このはい、このコーディネートをしてくれたのは豆もやしさんですか。違います。あ、そう、はい、っていうことは、これ舞茸も、はい、そう、舞茸くんなんですよ、はい、これいいじゃない、はい、いいっすよね、はい、うん、でもなんかモデルがいいのか。いや、あ、いやじゃなくて、あ、うん、なんかどうなってほしいのって聞いたんですよ、そのゆうぽんさんに。やっぱりあのいつも生地薄い服しか着てないんで、あったかいの選びたいなっていうの言ってました。あ、俺薄いイメージあるの。はい、なんか生地薄くてなんかすごいなんかペラペラのやつ着てるから、あの、あったかくしてほしいな、風邪ひかないようにって。こういう時期なんで本当ね。え、ゆうぽんさん、誰が誰に言われてんすか。このコーディネートをぜひあきらくんに、はい、はい、ね、ちょっと投票してもらって、はい、らこれが一番のコーディネートなので、はい、ちょっとあきらくんよろしいですか。あ、ぜひお願いします。あきらくんでーす。あ、どうぞ、はい、来てください。はい、すいません、どうぞ。はい、あ、こちら、どうぞ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 、はい、どうぞどうぞ、はい、しっかりやるよ。あ、はい、メンバー見てる。あきらくんです。あきらくんです。よろしくお願いします。はい、どうでしょう、この学校は。うん、では、はい、もう一個多分コーディネートあると思うんですけど、はい、結構好きです、ね、あ、
上が大きめのを着るんで、うん、自分好みな感じのスタイリングかなって、うんうん、はい、だから自分は結構個人的に結構好きなコーディネートになってますね、はい、似合ってますか、はい、すっごい似合ってます。お目がすごいな、ね、マグロぐらい泳いでる。じゃあこれが1番ということで、はい、1番、はい、1番、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ豆もやしの僕のですね、ぜひ、はい、先に言います、うん、まあ、新しい一面を、あ、また本当に絶対来たことないような感じの、おお、見せてくれるんだ、はい、本当に好きです。僕はめっちゃ好きな服を選んだんで、はい、ぜひお願いします。あ、じゃあちょっと、はい、早速着替えていきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。今ですね、リュウポンさん今、2番目のお部屋に入ってまして、はい、あ、君が回してくれるの？君が回してくれるの？あれだよな、今年はやってみようと思ってんだよな。ちょっとね、ちょっといろいろね、ちょっとチャレンジしようかなと思って、ね、あの、MC 業も力入れてきてるもんな、うん、食いっぱぐれるかもしんねえもんな。なるほど。なあ、あの、結婚式の司会とかもな。ありますね、いやいや、まあ、そんなことはどうでもいいですか。任せられるか。なあ、そんなんあるかもしんねえからな、備えあれば憂いなしだ。ちなみに僕着方ちょっと何パターンかあるんで、ちょっと僕入ってちょっとやってみてもいいですか。ああ、それはなんか着こなしみたいなのあるんだ、はい、何パターン。ちなみにこれマメさん遅いな、はい、ん、結構ガラガラしい、はい、ガラガラしいっていうか、そうです、そうですね、ガラガラしい、遅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 い、なんか言ったり。マメさん、ユーポーさん、もうちょっと早くお願いします。ちょちょ、優しい、はい、おいおいおい、早くしよう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 、やっちゃうよ。やっちゃうよじゃねえよ。お前来い。お前こっち来い。こっち来い。お前来い。もうしません。もう。マジで来い。はい。お前来い。お前むしゃくしゃにしてやるよ。むしゃくしゃにしてやるからや。今から。おい、ちょっとちょっと、おい、やめ、おい、おい。あれ許さねえからな。生意気なこと言いやがってや。あ、どうも、お久しぶりです。仙徳です。おい、前だけ、お前二度と来んなよ、こっち側に。はい、そろそろユーポンさんの準備ができそうなんですけど、どうですか？はい、着替え終わりました。はい、ありがとうございます。と、はい、いうことで、じゃあユーポンさんに登場してもらいましょう。どうぞ！どうぞ！はい、いかがでしょうか。マジで。いや、まあ、来てみた感想は、はい。なんかわかんねえけど、はい、もうパンチが加速してねえか。いや、ちょっとね、正直すいません、はい、これ、俺めちゃくちゃ好きなコーディネートで、はい、これ下ジャージなんですよ、はい、で、上かっちりで、上かっちりしてるけど下は緩いっていう感じで、うん、そのちょっとその可愛らしさがあるのと、あと黒とその柄、うん、でこれ赤と赤でライン合わせて黒と黒で2色しか使ってないんですよ、色は。そうだ、でこれ2色コーデでやらさせてもらってるんですけど、なんていうんですかね、うん、これ多分僕着たらめっちゃかっこいいんですけど、ごめんなさい、ちょっと想像以上にユーポンさんの体型がちょっと肉肉しくて、食レポしてんのかお前。こういうとことかがね、もっと細めに、はい、そういう感じだったら、うん、ちょっと に合ってたんですけど、ちょっとお肉ちゃんで、すいません。まあでも、アキラくんのやつ聞いてますか。あ、まあ確かに。コーディネート丸に、はい、まあ、豆まいしが選んだやつなんですけど、アキラくん的にはどうでしょう。はい、ちょっと見てもらって。はい、あ、新しい言葉。はい、ではないですよ。あ、はたぎではねえのよ。ポイントはこのおしゃれでは。そうですね。そのじゃあ自分もこう、あ、同じ。そうそうそう。これね。こっち同じのパンツとかを履いてるんですけど、はい、多分その上のレザーも結構こう男らしい感じが、うん、見えるんですけど、その中の柄。もう単体で強すぎるかな、あー、なるほど、ありますね。そっか、締めて着た方がいいかもしれない、うん、あ、確かに締めて、柄は中なしでもいいかなっていう。逆に締めちゃう、ちょっと締めてみますか。締めたら似合うんだ、締めちゃった方が、柄なしの方が、うん、柄なしってことはこれ着てる意味がないってことですね。そうです、そうです、締めてこれもう見えない方がいいの、見えない方がいい、まあ、一旦見えてても一回見えてて
の峰富士子男版キャットスーツだ、キャットスーツ、キャットスーツまあせっかくなんでちょっとアキラ君にね、はい、丸一のコーデ丸二のコーデどっちが良かったか、はい、っていうのをちょっと判定していただきましょうかね。そうですね、プロなんでね、やっぱりどっちがモテるのかっていうね、確かにファンデに似合っててモテるのかっていう、はい、ちょっとお聞きしましょうか。はい、アキラ君どちらのコーデが良かったでしょうか。丸一で一番しゃーい、丸一の方がということで、前田君の勝利です。やった、なんかまとまってましたね、前田君の方ね。まあ確かにね、なんとなくやっぱそのこっちはちょっと、まあまあ東京はこんぐらい遊んでた方がいいんですけど、うるせえバーカなんか下北風なに、こんなやつは下北いるわけねえだろお前歌舞伎町の6時一番危ない時間帯やるってるやつです、これは。はい、でまあそのね、アキラ君的には一番良かったってことということですから、はい、だから俺がさっきの一番の服を着て、はい、もう街に出たらもうモテモテ確定ってことでいいんですよね、これ。無理です。なんだで、はい、どうした、それで、なんだ、どうした、それは無理です。この理由は、理由は、いや、服どこの前にパンチなんで、あ、あのシンプルにそこだけです。あ、はい、あ、パンチがやっぱルイ・ヴィトンとか口切っても多分無理っす。なぜならパンチ、パンチ、はい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 、だと思います。おお、はい、すいません、ちょっと開いてんのか、ちょっとアグラ、はい、ちょっと来て、はい、はい、